はい、じゃあ始めていきましょう。はい、ではでは、今日は夜の8時から始めます。よろしくお願いします。お願いします。はい、魔法の質問インスピレーションカードを深める会です。はい。はい、では、いつものように一応この会の説明を最初にしていきます。この会は、魔法の質問インスピレーションカードという、こういう44枚のイラストのカードがありますが、このカードから1枚選んで、その絵柄について、みんなで、印象であったりとか、出てきた、メッセージ、それからストーリー、そういったことを答え合って、で、その1枚の、このイラストのカードを深めていこうっていう、そういう回になっています。で、インスピレーションカードは、一つ一つにね、こう手柄書いてるんですけど、タロットカードのように、そのカード自体に意味があるというのではないんですね。で、絵が描かれてあるってことだけなんですけど、だからここから、どのようにその人が、印象を答えていくのか、インスピレーションを感じて言葉にしていくのかっていうのが大事になっているっていうカードになります。で、そのカードの答えっていうのは、その人がその時に置かれている状況であったりとか、考えていることであったりとか、なんか向き合っている課題だったりとか、そういうのと関係してきたりもするので、で、そこから何かしらのきっかけがつかめたり、ヒントを得たりしていくっていう、そういうプロセスを経ていくカードでもあります。ということで、今日もまたその一枚を選んで深めていきたいと思います。で、次に、マンダラチャートですね。で、そのみんなで答え合っていく答えをマンダラチャートに書き残していきます。で、今、画面共有してくださってますけど、この画面共有してくださったシートは、我々のハッピーハートカードクラブの、何だったっけな、資料ってところでしたっけ？なんかそこに、ファイルかな？フファァイイルル。かな？っていうところに PDF を上げてくれてますので、そこからダウンロードすることはできます。で、特にこういうのを用意しなくても、自分で作ってくださっている方もいらっしゃるので、自由に、使ってもらえればと思うんですが、で、このマンダラチャートに答えを書いていきます。で、マンダラチャートの書き方の説明ですけれども、まず、今日引いたカードの、エネルギーとなっている感じがあります。意味はないんですけれども、それぞれのカードには、そのエネルギーとなっている感じがあるんです。その感じをまずそのマンダラチャートの真ん中のグレーの部分に書き入れます。で、その後、答えが出ていく、みんなで答え合っていくので、一回一つ目の答えから八つ目の答えまで、その1、2、3、4、5、6、7、8の数字の順番で書き込んでいきます。ちょっとね、変わった順番に思われる方もいらっしゃると思いますが、マンダラチャートの書き方はこういうふうな順番となっていて、で、この書き順で答えを書いていくことによって、ひらめきが生まれやすくなったりとか、新しいアイディアが出てきやすくなったりという、そういう不思議な力があると言われています。で、このようにして書き入れていってください。で、きっと今日も8つ以上の新しい方来られましたね。ほかちゃん来られましたね。きっと8つ以上答えを今日も出すということになると思うんで、8つ以上になった場合はもうどんどん欄外に書き入れていくっていう感じで、もう自由に、本当に自由に書いてもらったらいいと思います。はい。で、マンダラチャートに興味のある方は、毎度毎度宣伝してますが、夢を叶えるマンダラチャートのこの本の中に、詳しく載ってますので、ぜひこの本も手に取ってみてください。はい。ということで、始めていきましょかちゃん、こんばんは。う。こんこばんんは。ばんは。聞こえます？ちょっと今ね、慌てて忘れてね、今慌てて入ったんですよ。大丈夫？大丈夫ですよ。聞こえてあ、すいまません、す。よろしくお願いしはまい。す。よろしくお願いします。では、では。今日はカードは誰が引きますか？ふかちゃん聞いた？前回は深さんに引いてもらいましたね。これ、耳栓どこやった？
じゃあ、ゆかさんいきますか。ゆかさんに引いてもらいましょうか。この間お湯注いだら気がつかないうちにコップから漏れてて、おーカードがベコベコになっちゃったんですよ。おららら、大変。どうしようかな。今手元にない感じですか。はい、か聞いてもらって、あのストップって言って、あ、はいはい、じゃあシャッフルしてます今。はい、あ、今あこちゃんが視聴中になってます。見てくれてる、はい、見てくれてるんですね。はい、あこちゃん、うん、こんばんは。こんばんは。じゃあストップ。はい、ストップ。はい、ストップ。これでいいですか。あ、はい、じゃあそれで。はい、じゃじゃん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 。お、じゃあななどれや、ちょっと待ってね。わも初めてかな。え、あった？そのわーは初めてだね。私は初めてのような気がするけど、うん、もしかしたら。そのわーは初めてだ。わかりました。はい、じゃあこれ。はい、じゃあ初めてですね。はい。はい、じゃあ、グレーのところに、あ、うん、輪っかの輪。輪っかの輪。リンっていう、ね。はいはい。書いてください。ちょっとカードの方は、共有しますね。ここですね、グレーのところ、ね。そうですね、グレーのところに輪っかの輪。で、カードを、見てて、こっち。はいはいはい。お、いいカード。いいカードっていうか、まあ、ジャッジはせられんけど、個人的には結構僕が好きなカードの一つですね。いいカードですよね、これ。はい。じゃあ、共有します。よっ。いい。はい。はい、ありがとうございます。今日はこのカードになります。はい。はい。ちょっと。よし。じゃあ、ゆかさんから、はい、いきましょうか。はい。みんなで輪になって踊ろう。みんなで輪になって踊ろう。みんなで輪になって踊ろう。はい。はい。みんなはひらがなで。みんなはひらがなで？はい。はい。で、輪になって踊ろう。はい。踊ろう。輪になって踊ろう。あこちゃんももし、インスピレーション、ひらめいたのが書けるようでしたら、ぜひコメント欄に書いてください。あ、いいですね。コメント欄の方でも盛り上がっていけば。あ、仲良しさんって。仲良し。あこちゃんから来ました。あ、はい。仲良しさん。確かに。仲良しさん。うん。仲良しで終わらず、仲良しさんっていうところがいいですね。ね、お人柄が出ますね。うん、出ますね。はい、じゃあ、お母ちゃんどうぞ。めっちゃ楽しい。ああ、いいな。めっちゃ楽しい。あ、楽しい。はい。ドイちゃんどうぞ。僕、でかいバラ。でかいバラ。で、うん、でかーい？でかーいバラ。でかーい。バラしか見えつかんが出ま。でかーいバラ。バラはカタカナ？カタカナ。うん、でかーいはひらがなで、バラはカタカナで。で、伸びるのに。でかーいバラ。ゆきちゃん。はい。なんやろ、あ、暖かい雰囲気、暖かい、なんや、あったかい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 で伸びるのに、はい、伸びる、あったかい伸びます。はい、ではゆかさんお願いします。楽しいから、バラ、楽しいから、バラに一斉に咲いてきた。
咲いた。から、うん、楽しいからバラも一斉に咲いた。バラも一斉に咲いた。はい。はい。今日は見てくださる方がどんどん入ってきて嬉しい。岩ちゃんに、ゆみさんが入ってきてくださってます。ありがとうございます。今ライブ配信見てくださってる方もインスピレーション湧きましたらぜひコメント欄に書いてください。どんどん。で、どんどん。うん、そうすると7人でやってることになるね。そうすると回ってくる順番がちょっと考える時間が猶予ができる。そうだね。ああ、なるほど。ゆかさんその方がちょっといい感じ。ゆっくりの方がいい感じ。そうかそうか。じゃあ次誰でした？次は誰？次、コメントの方は特に聞かなければ。コメントはね、輪になって踊ろうか。うん、あ、さっき誰か。だから、よく似てる。ゆかさんがみんなで輪になって踊ろうでしょ？今、あこちゃんも輪になって踊ろうが出てきてます。おお、いいですね。うん、もう一回、輪になって踊ろう。そうそうそう、みんなでがなくなったんですね、ここで。あ、なるほどね。うんうん、はい、いいですね。あこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。では、あこちゃん、行きますか。はい、私ですね。ワクワク。ワクワク。ワクワク。黄色い男の子がいるじゃないですか、一番の。これはい。あの子がなんかこう、うん、こう腕をね、こう、直角に曲げてるのも、そう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 、それはなんかワクワクみたいな。ワクワクさんや。はい、ワクワクさんなんです。僕にとっては。いつも思うけど、なんか唐突に一番って書いてあるのが、書いてあるのね。うん、なんか前も土井ちゃんがなんかのカードで、一番って書いてあるって指摘されて。ああ、あれはあれかな。ご縁の縁の字のカードかな。はい、あれも確か番号つって出ましたよね。うん、多分そうだと思う。すごい。牛島さんが1が好きなのかな、ちょっと分かんないかもしれないね。あ、うん、そしたらね、一番ワクワクにしてください。一番ワクワク。一番ワクワク。一番ワクワク。だから、一番の子が一番ワクワクみたいな感じ。そうそうそう。うん、そう、一番ワクワクしてるみたいな。ね、一番ワクワク。え、その1は、漢数字の1でいいんですか？数字、数字の1でいい。あ、1、漢字の1です。はい、横1。横1の番に、だ一番ワクワクしてるいう意味やから、一番。で、まあ、それを 1とかけてますけど。まあまあ、それでいいです。はい。なるほど、許可がおりました。それでありがとうございます。お願いします。はい、それも感性だもんね。うん、うん、どうぞコメントもどうぞどうぞ入れてください。ではドイちゃん。はい、僕ですね、みんなで分かち合おう、です。分かち合おう、はい、みんなで分かち合おう。分かちって感じか。うん。はい。では、はい、ゆきちゃんです。はい、私はかごめ。ああ、そっち。かごめ。ね。かごめ。うん。うん。回っていくんやね、これがぐるぐるぐる。うんうんうん、いいね。楽しかったよね、かごめか。うん、楽しい。ぐる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 。はい、じゃあ、最初に戻ってゆかさんですかね。次は私。あ、じゃあゆかさんいいですか、先にあこちゃん。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、手と手を取り合えば幸せだ。いいですね。うん。手と手を取り合えば幸せだ。うん。いいですね、いいですね。うん。私ですかね。はい、どうぞどうぞ。みんな笑顔。うん。みんな笑顔。うん。うん、いいですね。
いいですね。最後になってる。うん。うん。みんな笑顔。ガチャ。ばちゃん、いけますか？私でいいですか？はい。はい、お日様の周りに集まれ。あの真ん中の黄色い部分が僕、お日様に見えたんで。うん。私もその黄色がどう表現したらいいのかなって思って。すごい、ナイス。お日様に？お日様の周りに集まれ。集まれ。お日様の周りに集まれ。集まれ。太陽か。お日様の周りに集まれ。集まれ。やけどしそうですけど。やけど？いや、それはギラ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 。いや、真ん中の上に乗ってる子がお日様の上に乗ってるみたいになるから、ちょっとやけどしそうかなと思って、足の裏。いやいや、それは冗談ですから大丈夫、うん。私もそう思って、色味的には月かなと思ったけど、やっぱり太陽だなって、母ちゃんの言う通り太陽が一番いいなって思って。やけどしそう、やけどしそうかなって思ったけど、この雰囲気には太陽かなって。うん、暑さ関係なし。だからまあ全てを包み込んでくれるような印象もありますしね。太陽がこうちょっと踊ってる間だけ暑いのをちょっと勘弁してあげるよって。ちょっとパワー、うん、いいですね、それね。はいはい。この黄色がいい色ですよね、本当に。いい。この黄色なんか表現できないかなって思ってたから、それナイス。ありがとうございます。思いました。いいですね。うん、いいですね。じゃあ、僕か、次。認め合う。認め合う。シンプルですけど、認め合う。いいです。すごい。みんな太陽で盛り上がってて申し訳ないんだけど、落とし穴できた。落とし穴できた。落とし穴できた。誰がハマるか。できた。なるほど。いや、できたね。ねまでつくのね。できたね。ですね。はい。コメントの方はいかがでしょうか。コメントは今のところまだないです。まだない感じ。はい。皆さんどうぞ。一周回って。あ、来た来た。コメント来ました。はい。わあ、見て、私たちの心と同じ花が咲いた。おお、すごい。うん、ね、いいですね、いいですね。いいですね、いいですね。うわあ、あが大きいです。なんかすごいリアル、表現がリアルというか、なんていうか、緊張感ありますよね。しの現在進行形な感じ。そう、そんな感じ。あこちゃん素敵。心と同じ花が咲いた。はい。いいな。素敵。いいですね。じゃあ、ゆかさん、いけますか？やっぱりなんか人数が増えるといろいろね。いろんな表現とね、見方と、なんか時間軸も。面白いですね。白いね。みんなの心がつながっていく。みんなの心がつながっていく。つながっていく。うん。いいですね。はい。いいですね。つながっていく感じが確かにある。じゃあ次はふかちゃんお願いしていいですか？はい、はい。フォークダンスで踊ろう。おお。
フォークダンスで踊ろう。はい。なんか、昔、小学生ぐらいで、はい。男の子と女の子が手つなそうげなるんです。らしくて、はい。あの時ぐらいしか手つなげなかったんで。なんか、音楽が止まっとったんぱってみんな話して、はいはい。男の子が、俺はつなぎたくなかったんだ、みたいな感じの、こう、ちょっと照れ隠しにしてたみたいな。そうですね。ゆかさんとふかちゃん同じクラスやったんって感じで、ね、違うけど、なんか不意にその風景が思い浮かんできた。本当に、うん、そんな風景が、うんうんうん、いいですね、うん、そういえばやたらフォークダンスありましたよね。そうなんですよ、小学校くらいかなの高学年とか中学校ぐらいの時やったかな、なんか結構なんかやりましたよ、体育祭とか。そうですね、あとキャンプファイヤーの時とかね。そう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 。めっちゃ楽しかったです。ゆうちゃんにも分からへんかもしれんけど。ちょっと僕はなかった世代ですもん。ああ、すいません。多分ちょっと上の世代ですね。ね、うん、うんうん。ないでしょうねと思って。そうそう。そうそう、楽しかったんだろうなっていうのがすごく伝わってきましたよ。はい、ありがとうございます。はい。ゲームとかのない時代です。ああ、そうかそうか。テレビゲームのない時代ってこと？うん。うんうん、そうそう、はい。じゃあ僕が次。はい、あ、どんな話題でも楽しいな。どんな話題でも楽しいな。いいですね。どんな話題でも楽しいな。楽しいな。なんか受け止められてる感じがあるかなーっていう。ああ、なるほど、なるほそうですね。それぞれがそれぞれをね。じゃあ、時間的に最後になりそうですが、ゆきちゃん、お願いします。私が最後、いや、コメントの人もどうぞ頑張って。プレッシャーをかけるみたい。プレッシャーかけて なんか自分にプレッシャーは何があるかな。そうですね。明日も遊ぼうね。明日も遊ぼうね。いいですね。続きがまだあるって感じが。ある感じ。コメントも来ましたよ。はい。一つになろう。えいえいお。いいです。なろう。えいえいお。一つになろう。えいえい。おお。おお、いいですね。はい。今日はたくさん出またしくたさんよ。出ましたね。はい。わっていうカードからみんなでわになって踊ろう。仲良しさん、めっちゃ楽しい。でかーいバラ、あったかーい。楽しいからバラも一斉に咲いた。わになって踊ろう。一番ワクワク。みんなで分かち合おう。かごめかごめ。手と手を取り合えば幸せだ。みんな笑顔。お日様の周りに集まれ。認め合う。落とし穴できたね。わあ、見て。私たちの心と同じ花が咲いた。みんなの心がつながっていく。フォークダンスで踊ろう。どんな話題でも楽しいな。明日も遊ぼうね。一つになろう。えいえいおう。わあ、めっちゃたくさんでしたね。すごい。す素ごい。晴らしい。いいカードね。を見てるだけで楽しくなる。カードだ。本当に、本当楽しくなりますね。うん。やっぱこれは人数がたくさんある、ね、いらっしゃる。楽しい。ねえ、楽しいですね。なんか、華やっぱやか多な。い。
いいですよね、人がね、本当に。多い方が断然いい。うん。ねえ。いろいろその言われること聞いてるだけでめっちゃ楽しくなりますわ。ちょっとついていけない時代の話もありますけどね。すみません。どいちゃんごめんなさいね。まあ、まあそこは、まあそういうのもありですよね。うん、のも込みで まさに和ですよね、和。いいですね。いいですね。はい、ではやってみて感じたこと、はい、気づいたこと、どんなことがあったでしょうか。まあ、ライブ配信見てくださってる方も何か気づきがあったらコメントにお願いします。岡ちゃんはどうですか。いやもう本当にあのなんていうんですかね、まあもともと絵もそうなんですけど、その楽しさがね、皆さんからのその楽しさがこう伝わってくるのがすごく楽しかったです。だからもちろんこうやって考える楽しさもあるんやけど、そのなんていうのかな、こうやっぱり絵が持ってるエネルギーがねやっぱあるんでしょうけど、こう楽しさがこうバンバン伝わってきてね、僕非常に楽しく、あのちょっと途中時がちょっと始めてませんでしたけど、はい、まあ、だけど始めから一応ねできたからよかったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、岩ちゃんからも来てます。うん、岩ちゃんからも来たね。はい、帰ったばかりで参加できなかったけど聞いていて楽しかったよってくださってます、うん、ありがとうございます。ね、本当に楽しくなってきますよね。うん、本当にそう。ゆかさんはどうですか、やってみて。特に人数も多かったけど、うん、なんかすごいこのカード見てるだけで顔がなんか心んでくるというか、寂しくなってくる感じがあって、すごいなんかパワーのあるカードだなって、うんうん、みんなのコメントとかも、あの印象とかも、みんなこう明るい楽しいイメージの言葉ばっかりで、うん、て楽しかったし、うん、すごいいいなって思います。うん、いいですね、本当に。まあ、和っていうね、イメージもそうでしょうし、まあ、その、この和っていうのに限らずですけど、うん、カードにその和っていう、意味があるわけではないですが、やっぱりなんかこう、つながるっていうなんかイメージがして、で、そのつながりがこのコメントっていうか、そのインスピレーション同士もつなげてくれる。うん、なんか余計パワフルになったような気がします。うん、はい。あこちゃんからも、すごく楽しかったです。ありがとうございました。カフェで聞いてました。って言わ、カフェゆっくり、ね。いいですね、カフェでね。いいですよね、いいですね。嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、どいちゃん、締めの言葉をお願いします。はい、今日もありがとうございました。やっぱり、こう、人、みんなそれぞれの、あの、こうね、価値観じゃないな、価値観もあるのかな、あるんでしょうね、価値観とか、そのなんか生きてきた、歴史とか背景とか、それ大事なことだと思うんですよね、積み重ねてきたものがあっての。前提の違い、うん、うんうん、そうそう。でもそれをまたこう、なんやろ、みんなでこう、ワイワイ言いながら、それも込みで楽しめるっていう、そういう時間だった、なんかこう、お互いを理解し合うことのできた、まさにこの和っていうイラストに、あのふさわしいような時間だったんじゃないかなっていうふうにも思いました。うん、ありがとうございます。はい、今、続きやっていくのはいいですね。はい。あこちゃんからも、つながりいい言葉ですねって言ってくださってます。うんうん。ねえ、そうですよね。ありがとうございます。はい。では、次回も、はい、次回は、7月、まだ、はい、まだ日程決めてないので、決まり次第、あの皆さんにお知らせしようと思います。はい。また、夜の時間が2回、大体2回と、うん、そして午前か午後の昼間の時間2回と、うん、またハッピー、ハッピーカード、ハッピーハッピーハートカードクラブです。ハッピーハートカードクラブに、はい、予定を入れますので、うん、はい、また見てください。そして、お時間のある方は、ぜひ、ズームでも構いませんし、この Facebook の方のライブからコメントいただけるととても嬉しいです。うん、今、誰かがハート入れてくれたよ。うん、
った。なんか嬉しいね、本当にね、うん。嬉しいですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ライブ配信見てくださった、あこちゃん、そして、いわちゃん、るみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、写真撮影お願いします。はい、撮ります。あと山さん撮ってください。はい、行きます。はい、チーズ。はい、いけてるかな？はい、いけてます。ありがとうございます。OK、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また次回。はい、また次回お会いしましょう。はい、ありがとうございます。